エディファトゥエディファトゥエドワード・スミス・エキフォトゥ ?1973 年3月28日から2009年12月4日はアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身のサモア系アメリカ人。馬が、馬が、ジャマール、ジャマールのリングネームで知られ、全日本プロレス、WWE などに所属した。 巨体を生かしたパワフルな試合を得意とする一方、軽量級選手のような飛び技もこなした。兄は、リキシコとソロファファトゥ。おじは、ワイルド、サモアンズとして活躍したアファーノアイと、シカーアノアイ。あのアイファミリーの一員であり、アファーノアイが運営するワイルド、サモアンレスリングスクールで練習し、1995年に、プロレスデビューする。翌年には、日本に、 かつて存在した団体、FMW に、アルマゲドン1号の名で参戦し、アルマゲドン2号、マットアノアイトのタッグで、FMW ハードコアタックオーザーを獲得している。その後もインディ団体で、マットアノアイトのタッグアイランドボーイズで活躍する。2002年7月からは、WWE にアイランドボーイズとして参戦。リングネームを、ジャマール、ジャマール。 マットアアイはロージーに変え、後にスリーミニッツオーニング、3分間警告隊というユニットで活躍する。エリック・ビショフの用心棒で、ビショフから抹殺命令が出されると、女性だろうが老人だろうが容赦なく叩き潰していた。その後2003年6月に解雇となった。WWE を離脱後は、ティネのリングに参戦し、太陽の誘いにより、全日本プロレスに、 本格参戦する。高道の区率いるロアンド D に加入し、いきなり、ジャスティン・クレディブルトのコンビで、世界最強タッグ決定リーグ戦準優勝を果たした。その後ロ、ロアンド D の中心選手として、ケンスケファミリー、ボブ・サップ、ベデュー・マーダーズらと激しい抗争をすることになる。2004年世界最強タッグリーグ優勝、2005年には、太陽家後のコンビで、 第51代世界タック王座を獲得し、最強外国人とまで言われるようになり、全日本の外国人エースに君臨した。全日ラスト試合では、フライングソーセージで勝利し、最後のロー &D 集合写真では涙を流していた。2006年4月3日に、馬が、馬がの、リングネームで、WWE 復帰を果たした。マネージャーに、アルモンド・アレハンドロ・エストラーダを従え、 顔には、マオリ風のペイントを施した、ポリネシア先民ギミックとして活躍。10月の日本公演では、久々の日本での参戦となり、観客からは、邪魔アルコールが起こるなど、大きな声援を受けた。また、日本公演の際には、秋葉原のプロレスショップに現れた。同じ頃に、構想中だったケインとの怪物対決を制し、WWE のトップ先生を張るレスラーに成長。 ターゲットを WWE 王者であるジョンシナに絞り、激しい王座戦を繰り広げることとなった。2007年2月19日には、ジェフ・ハーディを破り IC 王座を獲得した。自身初のシングル王座であった。レッスルマニア23では、ビンス・マクマホーンとドナルド・トランプとの代理戦争に、ビンス側の代表として戦ったが敗戦。以後、 ボビー・ラシュリーとマクマホンファミリーの構想に参加してる。イタリアのミラノで行われた RAW でタイトルをかけて観客から対戦者を募り、観戦していたサンティーノ・マレラと対戦。ビンスの提案により、試合はノーホールズバードマッチに。シェイン、ウマガと共に3人でいたぶるはずが、ラシュリーの乱入により、i c o 王座を奪われてしまう。その後何度も、マレラと i c 王座戦を繰り広げ、 7月2日、奪還に成功。8月6日、ランディ・オートンとカリートが品潰しのために馬がを対戦相手に指名するが、試合中に乱入したオートンとカリートの行為に起こり、二人を攻撃する。翌週には、シナとタッグを組み、ベビーターンした。8月26日のサマースラムでは、ケネディ、カリートと ICU 王座をかけたトリプルスレッドマッチを行い、 実質に対一の状況ながらも圧倒的なパワーで防衛に成功。しかし翌日の RAW で復帰したジェフ・ハーディに攻撃を仕掛け、大ブーイングを浴びてしまった。9月3日に行われた RAW では i c o 王座をジェフ・ハーディに取られ、その後、トリプル H と対戦した際に大流血に追い込まれ、全治1ヶ月の欠場が発表された。これは ドラッグテストで陽性反応が多発であり、実質は1ヶ月の禁慎処分となる。2009年、怪我から復帰し、1月30日のスマックダウンでジミー・ワン・ヤンに勝利し完全復活を果たした。5月には、スマックダウンに移籍してきた CM パンクを襲撃し、抗争を開始。しかし、6月8日に、WWE から解雇される。両合意の上の対談とされていたが、 実際は、ドラッグテストに引っかかり、施設でのリハビリを拒否したための解雇と言われている。WWE 解雇後、11月28日に、ハルク・ホーガンが立ち上げた、ハルカマニアツアーにオスファトゥ、o s u フォトゥのリングネームで参加。12月4日に、テキサス州の病院で、心臓発作のため死去。36歳だった。偶然にも、 その翌日の12月5日に、WWE 時代のマネージャーであったエストラーダが、ケン・アンダーソンとの引退試合を行った。アンダーソンは、馬鹿の最後の試合相手でもあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。